しましたか？急に立ち止まられたので何かあったのかと思いました。もしかしてお困りごとですか？そうだったんですか。ではでは、改めまして楽園にようこそ。ああ、大変失礼いたしました。名乗り忘れるとは大失態でした。私の名前はアメ。この楽園の保守管理を担当する少女型人工知能です。はい、猫型でもタヌキ型でもなく少女型です。もう一回改めまして、刀島へようこそ。いいえ、名乗っていませんですね。先ほど入島手続きをされた際の情報は全て雨のメモリーに記録されていますです。風間学園に転入されるための入島で、お住まいは学園の寮の予定ですよね。空港を出られた後、空を見上げてしばらくぼーっとされていましたよね。ですので何かお困りかなと思い声をかけさせていただいた次第です。考え中ですか？困りごとなら遠慮はいらないですから。はい、お待ちします。ではですね。いえいえ、聞くより体感した方がと思いまして、手のひらにそっと乗せてみてください。そうなんです、それは冷気を発して気温調整しているんです。常夏の島で快適に生活していただくための人工養成なんです。それならお任せください。徒歩での計算でいいでしょうか？それでしたら道なりで残り 1418m です。道草なしで徒歩18分程度の想定になりますね。風間学園の寮は敷地に併設していますから、とりあえずは学園までご案内しますね。ではもうほとんど機能していないんですよ。空港ができてから港はあまり活躍していませんので。
ですが、景観に貢献しているので取り壊さずに残しているんですよ。時々明かりがつくこともあるんですよ。調査船が出るときとかはしっかり働いてくれます。体も冷えてないし、大丈夫じゃないかな。心臓も動いてるし、呼吸もしてるし。そうですけど。あ、気がついたみたいだよ。嬉しそうに海を眺めていたとは聞いたけど。だからって、雲なしバンジーは感心しないぞ。ねえ、聞いてる？